リッピーメインチャンネルリッピーへようこそ。あれ？あれれれれ？はい。まあね、これはね、まあ動画のね、後半でまあ話そうと思います。はい、ではね、ついに、リッピースペシャルがやってまいりました。イエーイ！はい。なんてですね、3月28日は私が生まれた日でございます。はい。ではね、今回ね、いろんな、もうね、面白い動画になってると思いますので、早速ね、始めていきたいと思います。では、ご覧ください。リヒトスペシャル。さあ、始めました。リヒトスペシャルです。はい、今回ですね、まあ、お題、まあちょっとね、早速紹介していきたいと思います。これ。知ってますか？スターロードです。あれ、どっち？スターロード。でございます。これはね、456ですね。はい。あなたなる希望と帝国の逆襲とジェダイの帰還。これね、めっちゃ、まあ、実は私ね、進撃の巨人も好きだし、なんと、実は、スターウォーズもね、好きなんです。はい。あのね、進撃のファンになる前から、ほんのちょっとだけね、スターウォーズが好きだったんですね。はい。でね、あちらにね、まあ、スターウォーズフィギュアがあるんですけど、あのね、鏡がね、貼ってあるから、ちょっとね、見せづらいんですけど、まあ、ほんのちょっとだけね、見せたいと思います。ではね、ちょっと画面変わりますよ。いきますよ。せーの。こういう感じです。はい、めっちゃあります。あ、はい、あと、下にもね、います。はい、まあね、ああいう感じなんですけど、456ね。もうね、456めっちゃすごいから、うん、もうほんと、もうジョージ・ルーカスも神様の存在だからね、うん。で、見てこれ。分厚いじゃん。これなんと456入ってんですよ。ね。しかも特典映像も入ってるからこんなに分厚いんですね。はい。だね、この中身はね、まあ次のね、企画で見せたいと思います。あれ、次の企画？この動画の次の企画です。イエーイ。では、次の企画でまたお会いしましょう。バイ。よし。これからこのスライムは。なんだこれは、採取だ。これは吸ってしまうと、一瞬で巨人化してしまうスライムだ。なんだこれ、プニプニじゃねえか。プリンのようだな。1ミリだけ巨人化しました。出なかった？まあ覚えてない覚えてない。はい、それではね、この中身をね、見せていきたいと思います。パカ、こういう感じです。はい。おー。すごい。スター・ウォーズ。デス・スターですね。第一のデス・スター。はい。ミレミアム・ファルコンとかいっぱいいますね。では、これをね、開けると、パカ！はい。おー！こういう感じだね。多分これが特典かな。これが特典でーす。じゃあちょっとこれ全部出してみますか。いや、一個ずつ出してみるか。よっ。は、ほ、ひ、ふ、へ、ほー、はい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 。はい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 。はるはるはるしっくいでよ。これは、なんだ。エピソード4かな？多分エピソード4ですね。はい、これエピソード4です。すごい。これ1977年にね。まあ最初に公開されたやつですね。まあ、スターウォーズってね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 じゃないんですよ。実は4,5,6,1,2,3,7,8,9 なんですね。はい。はい。こういう感じですね。すごい。すごいね。まだ実は見てないんですよ。なんで見てないねんっていうね。はい。ほんとね、すごいから。ほんとね、スターウォーズのね、歴史に残るよ。ほんと。
もう1977年から2019年、あ、2020年だよね。2020年までの間に、スター・ウォーズという映画があったっていうね。100年後に公開されてもいいってのはね、JJ さん言ってましたからね。はい。すごいよ。JJ さんって789の監督を務めた人ですね。はい。よ。いや、すごいわ。はい、じゃあ続いて、エピソード5。帝国の復讐だったかな確か。もうすごいよ。うん。ちょっとここカットしますね。はい。じゃあ、せーの。リヒトスペシャル。はい。こちらがエピソード5です。はい。すごいね。すごい。これはランドカルリシアンね。ボバフェットとか。あ、そう、これがね。インペリアル級の。行ったっけ？行ってなかった？まあ、覚えてない、覚えてない。まあいいや。はい。まあね。開けてみます。よいしょ。おー、はい。こういう感じでーす。はい。こういう感じね。ルークとレイヤ姫がね、なんかしてます。はい。エピソード5はね、まあまあいい話ですね。まあ戦い系が多いのでね。はい。これ案外、個人的には好きですね。はい。続いて、エピソード6です。エピソード6行く前に、ちょっとね、ここで挟みたいと思います。ちょっとここで休憩の時間です。はい、行きますよ。せーの、昭和時代の自撮りは斜め45度から撮る。これが一番映えると言っておりました。ですが、平成になると、下からの、これが自撮りだそうです。中身、こういう感じだね。うん。すごいね。はい、続いてね、エピソード6でございます。エピソード6ね、時代の期間。すごい。じゃあ、これ、開いてみますよ。よいしょ。わあ、すごい。すごいね。エピソード6。やっぱこっちね、一級三部作めっちゃ好きなんで。はい。やっぱルーカスしか勝たんですよ。はい。本当にすごい。うん。やばいよ。本当に見てみ。うん。スター・ウォーズはもうね、本当にすごいから。だって40年以上もさ、やってるから、本当、シリーズがすごいよね。だって、ローグワンとかさ、マンダロリアンとかさ、アニメでいう反乱者たちとかさ、そういうやつもあるしさ。はい、これ。これが、まあね、今度、なんとね、この、これが特典映像なんですが、この中にね、たくさんの歴史が詰まってますね、これ。すごい。で、この裏面やばいよ。せーの、はい。ルークと、ジョージ・ルーカス。わー。若いね、かっこいいよ、もう。もう多分ね、スター・ウォーズで一番かっこいいんじゃないか説ね。出てるよ。もうジョージ・ルーカス、ほんとね、もう、ハンサム。すごいよ。はい。で、今、はい。中身、こういう感じだね。うん。すごいね。で、これなんとね、241分もね、やるらしいです。やば。やばでしょ、やば。だから4時間くらいやるってことでしょ？やば、ね。やばすぎやん。まあ、まだ見てないんですけどね。時間もやるってすごいよね。はい。では、以上、スター・ウォーズ紹介でした。イエーイ。ではね、続いての企画はこちらです。